よし、今日なんですけれども、ルギア V スターを使っていこうかなと思います。これデッキ第一の器が入っていまして、基本エネルギーが水、雷、炎が入っているということで、通称信号機ルギアとも言われています。水エネルギーがネオラント V のアクアリターン、雷エネルギーが鉄のカイナのゴッツアンプリファイ、炎エネルギーが火薬リザードンの火炎爆を打っていくというふうな構築ですね。というわけで対戦に行ってしょう。相手のサイドが2枚じゃないときリザードン殴れるっていう強みはあるけど、まあ、別にね、なんじゃば打ちながらリザ前でいいからさ、まあ、だったらなんか器まで抜きたいけど、どう？言うて残りサイド2でリザ前でなんじゃばでさ、ちょうどいいじゃんね。ほんとだよ、そこの底だよ。どうしてくれるんすかこれ。まあ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 、ちょっとね、ちょっと初手が弱いだけなんで、と思ってるんで、ちょっとどころじゃないか。相当か？まあまあまあ、いやまあまあちゃうけど、器引きすぎじゃない？さっきから、ちょ、周りがめっちゃしていいぞ。うい。いやー、ちゃうねんな。いや、裏であっても相当弱いって話したいけど。あとか、アナルケケアでリザ出しとくか。おい！叫んだ、マジで。まあ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 。まだ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 。まだワンチャンありますよ。まあ、一応、ハイボの受けあるから、こっち。出しとくか、もうこれ。どうしようもねえから。いや、貼っとくか、先に。てか、そうか、これで切れるんか。あ、強えな、器。器強えわ。器最強！ワンチャンあります。まあ、5点1から殴れるデッキじゃないんで、ロアリングムーンなんて。いけるいける。いけます。こっからっすよ。上がってねえな、みんな。ミツル撃つから、袖から。袖からミツル撃ったら、そもそもダメか。ルギアもなければ、トラッシュにアーケオスも一匹しかねえから。なんかトップ、相手が何じゃも撃ってもらって、ハイパーボールルギア出してミツルって殴り始めるわ。そうしよう。そうします。決めました。え、これなんだかんださ、ダブルターボ貼っても230落とせんじゃん。えらー。めちゃくちゃ偉くね？来たな、これ。始まった、始まった。いや、これな、31N30 出すポケモンがあればな、倒せるんだけど、叫ぶ尻尾みてえな。叫ぶ尻尾あいつさ、1N30 そこそこすごくない？ 1N デメリットなし30ってなかなかないからさ、すごいよな。いや、こいつリザは偉いんだけど、そういうゲームじゃない？なんか、安定感上がんねえかな。でもね、無理なんだよな。限界なんだよな、これが。もう限界ギリギリの構築だから、頑張ってる方だよ。彼頑張ってる方です。これ以上はありません。炎リザがめっちゃ勝ってるからさ、炎リザ違う。カガリザロスト買ってるから、ちょ、カガリザロスト使ってく？リストはようわからんけど。よさみリスト。ミラゲ嫌いなんだけど、みんなミラゲ入ってるんだよな。めっちゃ勝ってんだよね。いや、でも、トドロク月は嘘だと思うけどな、正直。トドロク月じゃなくて、まあ、普通の。何が普通と言われるのか、まあ、一旦置いといて。まあ、ロットにミラゲ1ぐらいはありかもな。ロットにミラゲ2かな。ロットにミラゲ2して、まあ、ピジョット、オッケー。一旦待ってください。で、ほら、お前に貼っといたら一応殴れるけど。穴抜けの場合、一応、殴るからも、貼っとくか。これいらんなもん。いや、一応なんじゃもが、違う。ネオラントが。頑張れー。いや、まあ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 、ギリギリ。あ、待って、ジェット回しはないか。終わりでしょう。これ大丈夫か、本当に。ボスで負けやが。まあ、そんなもんか。そんなもんやな。そもそもこれ次何引きゃいいの？なんじゃもかな。見上げないとカイナ返せ、あ、そうだわ、カイナ返せないわ、そうだわ。オッケー。回してて、パオとミライドに当たって2連続で。あ、なんかめっちゃ強えなと思って、そこで入れたいって思ったわ、そういえば。そう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 、思い出した。入れましょう。入れます。まあ、2枚くらい勝ち込んで、リザがさっさと殴れるようにすっか。2枚取られて、ミラゲ打って2枚つけて手張り1枚で殴れるってことね。オッケー。いいね。わかってますね。みんなボスがあんま入ってない感じか。オッケー。ワンチャンワンチャン。クロスイはね、2枚切ったから、まあないでしょ。あったら笑い転げるわ。ひっくり返る。オッケー、ワンチャン。ワンチャンありもうしてる、これ。トリマー。まあ、こうボスで裏倒してもいいな。ぴったりじゃん、しかも。いや、惜しいんだよな。落としてもらうか。アーケオス。いや、ルギア落ちるんちゃうねん、お前。なあ。ルギア落とすんちゃうねんな。いや、ルギア出したらちょっとこれ負け筋すぎるけど、いた仕方ないか。いた待つ、まあ、進化してもしゃあないもんな。クズスタ。ワンチャンクズスタ使えるから持っとくか。張り替えてもいいけど。張り替えてここ落とされることはないから。いや、俺も使いてえな、次クズスタ。じゃあ、ポケストップ。持っとくか。こうやな。よっ。いっけー。牙のダムタレでカイナ飛ばせるけど、炎で取らせてくれないから、見上げ軌道が主流か。逆だわ。なるほどね。確かに。だからダブルターボ入ってんのか。入ってる人は入ってるんか。あ、面白いね。面白い。まあ、ミラゲ2枚と、キバナも2枚入れて、キバナ持ってきやすくす、あ、違う。ミラゲは持ってきやすくするか。どうだ？結局、アクロマを打たんとたまらん可能性はあるけど、ミラゲ2で引けんかったら破産するもんな。まあ、リザに手張りしとくたくもあるか。リザに手張りしといて、キバナプラス手張りでもういいんか。はいはいはい。ミュー手裏剣で月に乗せる。あるな、それ。それめっちゃあるな。それめっちゃあるな。おもろ。その択おもろ。
まあでも222されちゃうから多分弱いんじゃないかな、ボス。いやでもそうか、見る前でしょ、見る前ちょっとやだな、気持ちね、気持ちやだけど。いや、こっから生かしてほしい。いや、これ頑張れる頑張れる、全然頑張れる。前倒すんだったらね、これこいつがきつい、こいつがマジきつい、マジきつすぎる。いや、ミュウで倒したら負けるもんな、200ダメージは。どうすりゃいいんだ、裏倒しておきたい。あー、マジか。あ、耐えた耐えたっけ。いや、もう関係ないか、別に関係ないな、関係ないけど、どうせミュウがあるから。まあでもリザ取られるからワンチャンあるか。あー、すごい、月光があるからこれワンチャンあるな。ここ殴って220乗っけて、最後月光がミュウでいけるか。前殴ってミュウ手裏剣、ボスが必要。オッケーオッケー、始まった始まった。来たよ、これは。来たんじゃないですか、北さんブラックなんじゃないですか。あ、てか、そうか、相手下ジャム割るんか。忘れてたわ、割るから関係ないわ。次やっちゃう、頼む。開け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 ぼ開けぼ開けぼ開けぼすぎる。ナイスナイス。うわー、ちゃうね。いや、ワンチャンあるな、これ。めちゃくちゃワンチャンあるな。ミュウ出しとくと、まあ、負けちゃうから出すわけにいかなくて。まあ、ギフト貼っとけばいいか、前に。前にギフト貼って。そもそも相手これ結構きつくね。ねえ、きついよな。ルギア前ワンパンしようと思うと、まあまあダメージがやばくて。うん、結構やばみだと思うから。これはワンチャン。相当ワンチャンあるな。おい。いや、待って、ごめん、これアーキオスからじゃね？ごめん、これアーキオスエネ貼ってからか。ミスったな。許してください。何でもはしません。何でもはしませんが許してほしい。穴抜けケア。あるな、これ。相当あるな。まあ、ランジャムってのギフトあるし、そもそもねえ、これ買ったんじゃない、まあ、これ180、200でもいいか、別に。200でもいい、ダブルターボ使っとく。次だってこれダブルターボでもいいんか、ミュウ。結構乗るから。あ、でも、こいつが残り90だからダブルターボじゃダメだから、ね、ダブルターボ使っといた方がいいか。使っといて。まあ、逃げ根は適当に貼っとくか。適当に逃げ根1枚をアーケオスとかルギアさんに貼っておこう。まあ、一応ギフトはアーケオス張りでもいいけど。ギフトはアーケオス張りか。123ジェットもあるから。ルギア置いとくとさ、ボスでルギア狩られてそのダメージ食らわないから、まあ置いといてもいいけどね、別に。クズスタを張り替えられなかった場合は勝ちだから、まあ、なんじゃも撃たれたら結局山の下に戻るだけだからあんまり変わんないし、ワンチャンあります。よし、もちろん。いいねいいね、面白え場面、面白え、面白えやつ。待って、クズスタいくらな、まあでもお前が殴るんだったら大丈夫だけどね。こいつが殴られて、まあ、こいつが殴ってきても結局勝ってるか。前殴りだったら、前殴りだったら月光ががあるから、耐えてます。いや、これ月光がトラッシュか。もしかして。あ、月光がトラッシュは、確かにまずい。ミュウケアの月光がトラッシュね。オッケー。耐えた。さすがに。さすがに耐えたな。なるほどね。これが有利な理由分かったわ。ルギアで殴れば、ダメージ乗るから、ダメージ乗ったところに、あ、カビゴンで殴るしかり、月光がで殴る。月光がは殴らんけど、ミュウ月光がしかりがあるから、有利なんか。面白いね、これ。あそこから行けるんだすげえ。まあ、リザードンがすごいとも言えるな、これ。リザードンもすごかったし、なんかすべてすごかった。ようやるわ。ミュウフィニッシュ美しすぎるんごね。あ、待って、話変わってきた？変わってないわ。危ねえ。危ねえ。あ、違う、前殴るからいいんか。そうか、2枚要求か。2枚要求？じゃあ2枚要求じゃねえな。あ、そうだ、前がクルエグル打つからいいんか。確かに。じゃあいいっすわ。美しい、この勝ち方。ボスあるよな。なかったら笑うわ。あります。よし。かっけえ、この勝ち方。かっこよすぎる、さすがに。いや、この4枚取りできるのもいいな。アップデートされてな。オッケー。すべて通されたな。やっぱ、サーナイト、サーナイトは、サーナイトだよ。そう。俺が使うのは多分、カビゴンかサーナイトだけど。ちょっとね、細かいとこめっちゃミスったな。すげえおもれえわ、でも。サーフ号。ミュウ月光が2面取りもあるし、進化される前にアイアンハンズとタコ殴りもあるから、まあ、リザは残しとく。迷いまんねえ、これ。おたま。次、まあ、バーネットかなんじゃもから入るんだけど、カイナはあって、リザの炎エネは一応あるけど、これさ、第一の器使っときたくないんだよな。後で引いた方が強いからさ。
まあでも前張りではあるよな。前に張って、まあ、ランジャーを打たれた場合、エネルギー1枚ぐらいは大体引くから、トップ見て考えたいから、前張りエンドでもいいけど、アンパイ取って勝てそうだけど、まあこれ残しときたいな、やっぱりな。何があっても。後で使いてえから、これでいいか。終わり。ゆっくり行きますか。こう前、ルギア2個玉割りだとかだったらな、一応次、アイアンハンズが殴る卓があるんだけど、まあどっかで挟めばいいしな、言うて。リザードン強えし、まあ相手の、サーフ号をワンパンすることはできんが、リザードン以外は。リザードンできるから、リザードンが一回ワンパン、倒して、リザードン倒して、もう一回倒して、ヒエク倒してで終わりか。なるほど。いや、これボスの枚数大事だな、相当。何を引いた場合何を使うんだ。何も考えてないな。負け引いたらとりあえず敗北で、負け切って、エネ張ってからなんじゃも打つのかな。ルビアが220出す意味はほぼないから、あ、123、確か、あ、123か。いいね。それあり。それ採用で。カビンゴ殴って、カビンゴ殴って、鉄の回路殴って、最後サーフ号リザでワンパンか。その場合リザ出しとくかどうかこれ迷うな、次のターン。リザから狙われちゃうとワンパンできなくなるけど、まあ、相手視点も、鉄の回路を倒すわけにいかないから。で、これ、あ、入れ替え使ったんか。これ、あれか、ワンチャンペパーから、あれしてくる、進化してくる。結構強い、それは。結構強い。まあ、ボス型ってことは、まあ、多分ボールタウンかな、大体。最近の流行りは。ボールタウンだと思いたい。てかなんかこれ分けてる人いるけどさ。いや、どっちかに、まあ分かるけどな、でも、分かるけど、分かるな。ひたすら分かるな。水が一番使わないから、明け持ってきて切ってなんじゃもでも、その場合ルギア倒されたらちょっとシャバいか。いや、これ張りたくねえけど、てかなんじゃも打ちたくねえな、てかな。なんじゃも打ちたくねえな、ハンド少ねえから。ハンドの多さが直接強さに直結するデッキだから、なんじゃも打ちたくのうくて、でやれば、メサゴザ張んなくて、バーネットで明け明け落としの、まあ、ハイボでいいか。うん、それでいいや。これでいこう。これでいこう。これでいきまーす。こんにちは。切るカードねえな。なんじゃも、言うて次ハンド多くなったらなんじゃも使うから、まあ、リザードン出しだけでいいかな。言うて。リザードン出し。相手なんじゃも入ってないか、そもそも。なんじゃも入ってないか。まあ、安牌でいいな。安牌でいいな、別にな。で、アイアンハンズがあれだから、あー、待って、これ、あれがない。眠り回復するマンがない。まあ、じゃあ一応ギフト貼っとくか。ルギアに何をどう貼っとくかなんだけど、アイアンハンズは、ここ殴ってもここ殴っても倒せるから、ダブルターボいらんくて、ダブルターボでもいい。で、こいつもダブルターボでいいよな。200にする意味ない。220じゃなくていいから、まあ、ダブルターボとなんか貼っとくか。ダブルターボギフトでも貼っとくか。まだ結構エネルギーあるもんね。で、雷エネもあって、サイドこれなんだ？水エネと、起きるやつ、なんじゃも、ボスボスか。はいはい、ボス結構押してる。いやー、これ次ジェット引かんといかんのよなー。まあ、最悪なんじゃもから入ればいいから。まあ、一旦これ殴りましょう。セイ。セイブル打ってきたらルギアどかしたい。いや、ルギア1面くらいあっていいんじゃねえ？ダメか。まあ確かにどかしたい。エネ張らないはあるか、これ。言うて。エネ張らなくていいか。いや、トップのなんかジェットの受けを広げたかったんだよな。これ次殴れないのテンポゾンすぎるじゃん。テンポゾンすぎるんだけど。まあ、だったらいいか。これ、ニコタマがあと1枚あるから。あ、リザにエネ張っといて、まあ、そう、あれか。まあ、カビゴンのドロー次第か。まあ、ここ倒されるとは思うから、なんじゃも打ちたいけど、まあ、何枚ハンドが増えるかやな、正味。まあ、1枚、リザにエネルギー張っとくと、ジェットの受けがなくなるけど、まあ、貼るしかないか。あ、強っ。待って、それ強いかも。ルギア殴って、カイナトリプランね。そう、それがあるか。まあ、それこそ次、それやるんかな、多分。やりそうだな。やりそう。まあ、リザ出しとくしかないと思うけど。リザ出しといて、リザ出しといて、ルギアが一回どついて、ああ、いけそういけそう。まあ、3枚割るっしょ。さすげに。オーケーオーケー。まあ、これそうか。アイアンハンズが、なんなら？なんならこれリザに貼っとかん。これデイチの器。むずいなこれな。なんじゃも打たないタクあるな、だったらな。なんじゃも打たずに、どうせ相手ハンドカード入ってないから、リザにエネだけ貼っといて、リザにエネだけ貼っといて、カイナ取られるのが一番まずいから、エネ2枚持ってくるじゃん。あー、それあるな。かなりあるな。ギフトのバリュー上げるんだったら、上げるんだったらなんじゃも切っとくか。逆か。だからこうかな。これで、こうやって出すと良くないから、これで殴るか。うん、これで殴ろう。V ガード。リザに貼っとく意味は現状なさそうだから、このままでいいかな。あ、開けでいいじゃん。そう、開けでいいか。これでいいか。こうかな。うん、これでいこう。いや、これリザ倒されたら？あ、これリザ倒されたらまずいな。
やこれリザも出さんでいいんか。いやでも手張りしときたいけど。いや待ってよ。あこれ何も出さん方がいいんか。もうリザ倒されるとちょっと困るな。ちょっと困るか。いやちょっと困るな。リザ倒されてルギア倒されてカイナ倒されて終わりだから。あこれ何も出さない択あんのか。あーなるほどね。それは深いね。そうだね。リザ倒さない択あったね。全然あった。ここリザ倒されちゃうと全然負けるから。相手視点どっかでさ、飛躍倒さんといかんやん。なるほど。深いねー。いや、アイアンハンズもリザも出さないか。おもれー。超おもれー。まあ、そうだなー。どっちも出さないか。ハンド干渉がないからこそできるもんな、それね。相手がハンド干渉なんじゃもしかなくて。なるほど。そういうことか。最後に一気出しだね、これ。最後に一気にアイアンハンズリザ出しが答えだったから。まあ、普通にまだこれクロスに飛んでくる可能性あるけど。そうか、そうか。ルギア倒されてから、リザ、カイナ出しでいいんか。なんじゃまがないから、ないというか少ないからこそできる択だよな。相手してもなんじゃも打ったらワンチャンさ、ルギア倒せなかったら破産するし。おー、おもし。はぁ？めっちゃキモいカード入っとるんやけど。そう、逃げ根明けに貼れるから後でいいんか。まあこれは言うて足りるけど、5枚貼ればいいから。まあなんじゃも打ちながらアイアンハンズが殴りますか。おとなしく。まあできたらね、もったいないから、スタジャマ貼りたい。オッケー。十分でござる。あ、そうか、俺、手張り、あ、ごめん、ジェットの択って存在しないのか、そもそも。そうか、そうか、存在しねえわ。存在しない択を追ってた、俺。手張り戦闘あかんやん。あ、違う、ギフト、ギフト。あ、違う、ここ、ここ。ニコ玉はいらないから、まあ、ダブルダブルでいいかな。サイドもいい感じだし、いいんじゃない、これは。カビゴン出しといて、殴れるよな。まあ、どっちかが残る、これさ、どっちかが残るからさ、なんじゃもすら打たなくていいか。ボスあるもんな。ボスで、カイナでどっちか倒すかでいいから。というわけでこれは出さなくていいな、何も。ハンド干渉怖いからミュウ。ミュウはワンチャン負け筋じゃね？なんじゃもクロススイッチャーでワンチャン負ける？負けないか。アイアンハンズ倒されるから。な、確かにミュウはあり。ワンチャンミュウぐらい出しとくか。オッケーオッケーオッケー。オッケーなのかわからんけど。まあ、オッケーということにしといてくれ。今日のところは。いいねー！アンピュー、ブレインマッチ。お、強え。これこれこれっすよね。あー分かってきたー。なるほどなー。いやボスあるからボスで勝ち確だから打つ意味ねえな。まあ相手のなんじゃもクロスイがちょっとあるけど、まあ多分クロスイ入ってないと思うけどね。なんじゃもクロスイケアするなリザにギフト。確かにそりゃそうだわ。なるほどね。なんじゃもクロスイケアのリザにギフト。確かにそうだわ。うわーこれ奥深い。おもれー。これデッキめっちゃおもろいじゃん。味しかしない。味マックスだわ。マックス味。多分クロスイ入ってないと思うな、これは。クロスイ入ってるんだったら大体ポケストップだし、ボス見えてるから。まあ一応ミュウ、いや、これどっちの方が良かったんだろうな。ミュウ出すか出さないか。いや、まあ、なんとも言えんな。入ってんのかい。これワンチャン負ける？ワンチャン通される？ワンチャン通されたら相当おもろいけど。あ、買う気あるんか。あ、買う気か。買う気なんじゃも。まずいね。買う気なんじゃもまずいね。面白えこれ。あそこのリザ出さないプレイングわからんかったな。確かにな。リザもカイナも出さずに、大地の器も使わずにギフトも貼らなくていいんか。前と全然プレイが違う。あ、カイナは飛ばないよ、もともと。なるほど、鉄のカイナすげえな、こいつ。こいつやば。化け物じゃん。こいつ神だわ。気づいて、いや、いるな。いるいるいる。これなかったら勝ってないし。リザとさ、鉄のカイナが実質、おお、めっちゃ引いたわ。アンピューベリーマッチ。いいねー。